こんにちは、こじみきです。今日はゲストにみさきちゃんとさくらちゃんを迎えしてインタビューをしていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまずは簡単な自己紹介からお願いします。はい、中高生からのマニラ留学を発信している現役 JK のみさきです。あと姉の高校3年生のさくらです。よろしくお願いします。お願いします。では2つ目の質問です。フィリピンに来ようと思ったきっかけは何ですか？はい、私自身は中学1年生の時に日本の私立に通っていたんですけど、英語を11歳の時にブラジルに行った経験からすごい英語を学びたかったんですね。それでも英語を日本で学ぶことに対する限界を感じて、マニラということがオプションにあるのではないか感じ、中学1年生の時に、はい、留学を決断しました。私たち2人の始まりの原点にあるのは、11歳に行った平和キャンプ、国際キャンプが開催されて、私は11歳の時イタリアに行ったんですね。でその時にやっぱり日本から行った私11歳の子として、すごい英語を喋るってことにすごい苦労して、全く全然喋れなくても本当にソーリー天気みたいな感じのレベルの英語だったんですけど、そこに苦労して、でやっぱり国際的な地位につきたい、将来国際人になりたいんだったらちゃんとした英語が必要なことに気づいたので、やっぱり私も高校1年生の時からマニラのフィリピン留学に来ました。なるほど。では3つ目の質問です。日本の教育環境から今マニラで高校に入って変わったことは何ですか？そうですね、今一番思うのが自分を発信する機会っていうのが増えたと思うんですよ。でそういうのは、ディベートであったりとかディスカッションを用いた教育環境があるので、自分自身を発信する機会であったりとか、自分のプレゼンテーションを発信する機会というものが授業内に含まれていて、まあ、自分自身がもっとアウトゴーイングになれたかなと思います。なるほど。はい、あともう一つは、日本の教育って、いや日本自体がすごい技術的には最先端を進んでると思うんですけど、世界的に見ても、でもやっぱり教育にそれを全く取り入れてないっていうのが私の価値観、私たちの価値観 でそれに比べてフィリピンの教育っていうか、まあ海外を見た時にやっぱり小さい時からパワーポイントとかワードエクセルとかそういうものを、まあ、取り入れて学習をしているので、将来社会に進んだ時にすごいやっぱり困ることがないっていうか、やっぱり人より一歩上に立てるっていうことで、フィリピンの私たち留学してるところでは、すごくやっぱりそういう技術を取り入れてます。付け足しをすると、学校自体でなんか、ウェブサイトが、学校の用のウェブサイトがあって、そこでオンライン上で提出するんですね、課題を。へー、すごい。なんかそうですね、なんか日本はやっぱりノートとかを取って、覚えていくって感じなんですけど、こっちだとなんかタイプして自分自身のアウトプットを作って、でちょっとオンライン上で提出するので、全く違った形式になります。じゃあ同じ授業を受けても、それ受け取り方が自分違うから、自分の発信で先生に見せるみたいな。はい、あ、なるほど。それはすごい仕事に活かせそうですね、社会に出ても。それは面白い。私たちの時はなんかノートに書いて、それを朝の宿題提出とか出して、次その日の夜に、あ、夜か、帰り際に花丸がついたやつ受け取るみたいな。でもそんなジェネレーションギャップないですよ、私と10年ぐらい違うんですよ。でもただ日本の教育界が今どういう状況かわかんないですけど、まあ、ネット上でやったりとか、まあ、先生も楽だと思います。そうですね。だからそれは、しかも仕事でやっぱりタイピングとかパワポとかそういう機能って今もう必然的に必要なので、すごいそれを高校とかから受けたら、やっぱり社会に出たら違うのかなと思いました。では次はみさきちゃんに質問です。ぶっちゃけ日本の英語教育はどう思いますか？ぶっちゃけちゃいますと、なんか6年間勉強していて、英語がやっぱり書くことはできるし、単語力もすごい身につくと思うんですけど、話す技術っていうのは結構劣ってると思うんですね、世界と比べた時に。でなんで6年間もこう中学高校で、小学校から始めている子もいるけれど、学んできても身につかないのかっていうのが、英語を日本語でインプットしているからなのかなと思っていて、でなんか文法であったりとか単語力っていうのはもちろんのごとく必要だけれども、英語を英語で学ばなくちゃいけない。しかも英語を学んだことによって何かを英語で学ばなくてはいけないと私は感じていて、でそういったところは日本の教育に欠けているのではないかなと思います。やっぱりそう、日本の教育、こういうことってすごい常に問題になってて、もう多分ベキさんの時代からも問題になってると思うんですけど、日本の英語教育ってすごい遅くて、今も遅いって言われてて、そういう中で、まあ
フィリピンとかっていうのはすごい英語には長けてる国なので、うん、そういう意味では全然あの日本はぶっちゃけるとやばいですね。やばいっていうかもう、まず話す環境もないし、そう話す環境もないし、なんだろう、授業もやっぱライティングとかリーディングとか受け身自分自身での対策で、うん、あと私も実は英語教育全然英語が苦手で英語5年とかだったんですけど、やっぱ海外に出たりとか友達ができたりとかして進みません、やっぱりアウトプットが必要だと思います、ね、そうだよね、やっぱり英語って言ってもなんか科目ではなくて言語だと思うんで、うん、コミュニケーションツールとして使っていかないと見つけない、そう、レポートとかじゃないよね、うん、だからトイックできても英語喋らない人がいると同じだよね、うん、全くその通りです。なんでみんな外に出て英語を話しましょう。5番目の質問です。授業内容はどんなものがありますか。そうですね、基本的には、中学高校それぞれ A 数 D 社の、基本科目に加えて、家庭科、体育、まあ、そういったあのマイナーのものがついてくるんですけど、高校2年、3年から文系、理系に分かれて、それのプラスに、シェフになりたい方であったら、まあ、そのシェフの専門のコースであったりとか、ビジネスはビジネス専門、それと IB っていう国際バカロレアを取りたい子は国際バカロレア専門の方にコースに進んでいく感じです。あとやっぱり私たちが留学してて面白いなと思ったのは歴史の授業で、フィリピンっていううちはスペイン、アメリカ、日本っていう3つ の国からコロナにされてるところ、統治されて影響を受けてるので、歴史も結構グローバルなんですよ。で、日本って世界第二次大戦とかの時のことを全然教えないじゃないですか、子供たちに。で、やっぱり私の中では歴史を次のジェネレーションに受け渡していくっていうのはすごい大切だと思ってて、そういう中でフィリピンの教育だと、やっぱり何を具体的に自分たちがしてきて、相手もしてきたのかとかを習って、でそれに加えてはなんか私たちのクラスではなんかやっぱり意見がベースでディスカッションベースで動いていくので、なんかやっぱりさくらはどう思ってるのとか、日本の教育はどうやって教えてるのとか、日本人はどう思ってるのこのことって言われた時に、やっぱりすごい自分の意見っていうか自分が知らないと答えられないような状況で、すごい、まあ、それは面白いなって思うと同時に、知らないっていう無知なことはすごい怖いなって思います。確かに、しかも歴史ってその国によって捉え方が違うから習う角度も違うんだよね。だからそれも日本から見てどういう歴史だったってやらないと、やっぱ海外出た時に私も日本についての意見はすごい求められるけど、答えないとやばいなっては思いますね。体育とかない？体育、体育あります。何やの体育ですね。結構日本みたいにそんなさ、めっちゃカチカチしてないっていうかさ、並んでいるとかないの？ないです。なんか前習いとかはないかも。前習いとか大きい家とかないちょっとありますよ。こう先生が教えてくださって、でそれであこうドリブルするのねとかはあるんですけど、それとは別になんかこう成績の付け方っていうのもプラクティカルテストっていうのかな、でがあって、でそれでまあ、スコアをこうぐらいできたらこうつけられるとか、まあその姿勢、体育に取り組む姿勢とかを重視されてるんで、前習いがなんかこうなんか仕組みとしてなんかカチカチではありません。なんかラジオ体操みたいな最初にみんなで運動するの？ないですね。ないね。結構緩いです。カジュアルなんだ。だからみんな楽しく運動するみたいな。はい。はい。では2人に3つ目の質問です。AR と VR の授業があると聞きましたが、実際どうですか？実際面白いですね。というのもなんか VR、AR を、その AI のプログラミングの授業とかにも使うんですけど、科学であったりとか生物学であったりとか他の授業でもそう取り入れてます。で、そうですね。なんか実際にこう VR を使って生物の仕組みであったりとかっていうのを生で見れるんで、まあ、解剖したりするのも分かりやすいかもしれませんが、まあ、VR ならではのなんかこう分かりやすさ、例えば人間の肺とかをその VR 上で見ることによって 3D で見えるんで、なんか360度見えるんですよ。どういう角度で見えるか。でそれでなんかタバコ吸ってる人の肺と普通の健康の肺とか見たんですけど、もうタバコ吸ってる人本当真っ黒ですね。でなんかそれ裏側からとか見てたんですけど、さらにその先の臓器にどうつながっていくかも見れるんだ。そうなんですよ。写真だけでは分からないことが難しいよね。私もなんか内臓ってやっぱ
教科書、私はあの生物学が美容の国家試験とか取った時にいるんだけど、やっぱ教科書だとさ、不思議じゃん、なんか全部がさ、2D じゃなくて 3D なわけだから、どうこの臓器がこの裏になってこんな細かく分かんないじゃん。でもなんかあの子宮となんか胃腸みたいなのを腸もあったらどうなってんだろうか分かんないから、それをめちゃめちゃ私も見たい。でもなんかね、なんか死体をさ、いちいち解剖するわけにいかないじゃん、どっちが。だからそれはね、めっちゃいいと思う。あとプログラミングでいうと具体的には JavaScript とか、はい、あの AI のクラスに触れると HTML、CSS、JavaScript っていうプログラミングの一部を感じることができて、実際にウェブサイトを作成したりもできます。はい、じゃあウェブサイトの裏側は自分で見せれるのプログラミング、はい、そうですね、すごい、はい、あの例えばでそれで最後 の1年の終わりに、あの具体的に何を1年間でやったかっていうのを教科ごとにあの先生に送らないといけないんですよ。でそれをウェブサイトを作って、例えばそれこそバイオロジーのクラスだったらバイオロジーでやった多分研究とかを全部そこのウェブサイトに貼って、で先生に見せたりとか、あと、まあ、イングリッシュだったら、まあ、そうイングリッシュの何をやったかとか、まあ、そういうことも全部そこのウェブサイトに貼ってるんで、まあ、そうそうそう、もしよければ YouTube の最後に貼り付けましょうか。いや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 、2人が作ったサイトを見せてくれるそうですから。そしたらなんかみんな日本だとエンジニアとかになりたいとか自分で勉強するか専門に行くか会社入ってからやるじゃん、もうそれはみんな必須でやってるの、そのサイト作るのは必須です。必須なんだ。必須です。でも、まあ、やっぱり授業、あの海外の授業とか、まあ、っていうとどっちかっていうと自分がやりたかったらやるって感じなんで、別にまあ簡単に別にや簡単に適当にやろうとか別に適当にやるのでそう、でウェブサイトとかも別に本当に興味ある子たちだけがどんどん掘り下げていくっていう感じなんで、そのクオリティはそれぞれそうそうベースはみんな作るようになるけど、めっちゃそこから上げていくのは自分次第みたいな、はい、でそれが試せるのはめちゃめちゃ羨ましいですね。7つ目の質問です。これは高校生ならではかなと思うんですけど、休日や放課後は何をしていますか？まあ、休日や放課後タピオカを飲んでます。はい、タピオカ飲んでます。同じ日本の高校生と近しいもん、ね、同じですやってることは。高校生となんかやっぱこっちの子もタピオカ好きなの？好きですよ、めっちゃ流行ってます。でもなんかやっぱり日本と違うのはタピオカのストローあるじゃないですか、うん、でなんかやっぱり国際人としてあのプラスチックのタピオカのストローはすごいあの地球に悪いので、それじゃなくて自分のマイストローを持ってることです。持ってるの？みんな持ってるの？みんな持ってるの？私も最近ポッケからマイストロー出して刺してます。最近それ日本に流行らせたいですですよね。そう、そんな感じかな。私はサッカー部なんで、女子サッカーに入っていて、でそこで放課後5時から7時まで結構ハードに、結構ハードに、はい、来月あの国内の試合があるので、うん、それに向けて頑張ってます。もう全国大会向けて、はい、全国大会結構大きそう。フィリピンの全国大会、はい、あの去年は、2位になったんですよ。すごい、はい、頑張ってる。今年1位狙ってます。あとはなんだろう、ね、モールとか、フィリピンはモールが主流なんで、まあ、モールとかに遊びに行ってます。あ、でも、まあ、日本と違うのは制服でも遊びに行けるので、うん、そのままやっぱり制服で行ってることが多いかな。モール行って買い物したりカフェしたり、そうそう、そんな感じです。まあ、高校生の時外に出ます。土日はみんなで遊んだりとかするの？ホームパーティー的な、パーティー、パーティーで言うと、あ、18歳のパーティーがデブがあるんですよ。さくらはあのちょうど高校3年の年代なんで18歳の子が多くて、毎週にはならないけど、まあ、結構パーティーがあるんですよ、土日で。日本の成人式みたいな。成人式です。そっかそっか。日本の成人式みたいな感じで、でも全然日本の成人式より豪華で、なんか一人結婚式やってるみたいな感じなんですよ。ドレスもなんかそうで、あとイメチェンして着替えたりとかもして、すごい本格的な。それを毎週やるの？なんか何スキーツとスキーで、いや、そういう感じじゃなくて、普通友達の誕生日の日にそこにお呼ばれしていくみたいな、結婚式みたいな招待状が来てそれ行くんですけど、でも結構友達が多い人とかだと、その月はそう、毎週行ってるみたいな。18歳の年代だから。そうだね、みんなお祝いするんだ。そうですね。次、さくらちゃんに質問です。高校卒業後の進路はどのように考えていますか？あと、周りの生徒同じように高校3年生で進路の時期だと思うんですけど、どんな状況になってますか？やっぱりあのフィリピンはすごいグローバルなので、日本だとやっぱり国内進学っていうのが当たり前の中で、
フィリピンの私たちの周りの友達は結構アメリカとかそういう国外に進出することも考えてて、将来の例えばキャリアに沿って私はじゃあ例えばドクターになりたいからアメリカで勉強してまた帰ってくるとか、まあ、そういうプランとかもいろいろあって、で、まあ、私はまだ今高校3年生でいろいろまあそういう時期なんですけど、まだ迷ってて、でもやっぱりあのフィリピンの大学とかっていうのもこれからは全然ありなのかなと思って、すごいあのこういう場所にいるってことですごい世界に扉が開けてて、いろんなオプションがあるのでたくさん選べます、はい、あのなんか海外アメリカ大学に進学したいとかイギリスの大学に行きたいとかいう時に、あの学校からのサポートがすごい充実していて、SAT とか TOEFL を取ることはもちろん、まあ、塾とかがある、まあ、塾というか、まあ、学校内でもその、アフタースクールプログラムがあってそれでサポートもしてくれるんですけど、推薦状とかも日本の学生がもし大学に行きたいから書いてくださいっていうことになると英語が使えない先生が多いと思うので難しいと思うんですね。でそういうところでもハードルがすごい下がってくると思います。なるほど、先生が英語ネイティブでできるから推薦状が書けるってことね、だから、ね、情報量も幅広くなってるはず、先生たちの、はい、羨ましいです9つ目の質問です。フィリピンの高校に校則はありますか？どうですか？あります。一応あるんだ。ですね、制服っていう面から言ったら結構厳しいですね。やっぱりフィリピンだとクリスチャンなので、あの肌の露出とかそういう女性へのリスペクトっていう意味でそういうことはあの控える人が多いです。ね、でミニスカとかありえない。ないですね。学校には。そう、学校ではダメです。レギンスとかも体の形が見えてしまうそうなんで。レギンスっていうのは下に履くやつってこと？アクセサリーとかでは結構緩いですし、メイクっていう点では、まあ、韓国人の生徒とかも多いんで、メイクしてる子は多いです。あ、そうなんだ。メイクダメって言わないの？一応は言われるんですけど、ナチュラルであれば OK みたいな。なるほど。毛羽先はダメよ。はい。髪色もそれはいろんな国の子をいるから自由ちゃ自由ちゃ、そうそうそう、実際に普通の違うなんか突然虹色にしてきたら多分怒られると思うんですけどある程度のそういうちょっとミックスみたいなのないんだ。ちょっと面白いのがなんかこう交際してる時にクラスの中でイチャイチャ禁止みたいなそういう校則もあってそれはね、でもさ、この学校でもそうじゃない？インターナショナルスクールならではだからこんなに書かれているって校則の中に書かれてるちゃんと、学校の村のにはい、めちゃめちゃ禁止です。クラスの中で、放課後の学校以外でどうぞみたいな。はい、そう、学校ではもうそういうの禁止です。へぇ、それイチャイチャバレたらどうなの？あ、成績が下がります。成績が下がります。成績が下がります。めっちゃ面白い。ちなみに見かけたことはないの？あ、全然ありますよ。クラスメイトも最近下がっちゃったんですよ、それで。あ、下がっちゃった。成績が下がった。成績が。それは先生の目の前だったから、普通に生徒、ここの生徒があの子たちイチャイチャしてよって言っちゃう。あ、いや。そういうなんかクラスオフィサーっていう決まった人の生徒会の人が監視してる監視しているっていうのもあるんですけど、例えばまあ授業中、例えば国語の先生が来たとしたらそれが他人の先生まで行ってそこで下がってしまう。なるほど、なるほど、なかなかその辺で厳しいの、面白いね、厳しい位置が違う。はい、10個目の質問です。フィリピンならではの学校行事はありますか？やっぱりフィリピンってすごい行事が大好きな国民なんで、まあ、常に一年中あるんですよ、いろんな行事は。本当に何かしらでも、やっぱり一番学校内ですごいのはミスコン、ミスター・ミスコンが一番すごくて、そうですね、なんかドレスアップして、なんかすごいこうでっかいなんかお、ま、あのきらびやかなドレスを着て、あのミスはあの飾り立てて、なんか男の子もすごい、まあ、スーツとかを着て、でそのスーツとかの他にも、まあこうあの国の代表みたいな、はい、まさにミスユニバースみたいな感じで国に与えられて、それのなんか、はい、例えばあのグアテマラだったらグアテマラの衣装を着て歩いて、でその次になんか自分の好きなスポーツの衣装を着て歩いて、それで最後になんかちゃんとしたドレスでなんか行くみたいな、まさにそう、ページェントそうそうなんですよ。でなんか質問とかもあるんですよ、受け答えがあるの、そう、はい、これからの世界をどのように変えていきたいですかみたいな感じで、それちゃんとあのそれも評価に入ってるんで、ジャッジは誰が先生だったかジャッジ、いやなんか本当に結構プロの人が来て、でなんかもう学校全体で応援してます。なんか学校対抗とかなんですよ、意外と。あ、そうなん、学校内じゃなくて他の学校も一
来たりとかして学校対抗とかでやるんで、うん、結構燃えるんですよ、それもなんか面白い。え、じゃあ各学年で代表が決まるの？あ、そうそう、そんな感じです。だから、まあ、優勝するとどうなるの？優勝すると1年間一応なんかミスとして活動してたりする。あ、ちゃんとあるんだ、活動が。へー、学校内じゃなくて高校の中でみたいな。はい、そうかな。うん、あとまあモテるとかそういう感じで。モテる大好き、すごい。なんかそっから普通のなんかミスニバースが行くこととかも出そうなの、ね、あ、そうですね。だってすごい美人な子とかスタイルがいい子とか多いんで。だよね。うん、それはフィリピンならではって感じだね。面白い、見てみたいですね。はい、では最後の質問です。日本にいる同世代の中高生にメッセージをください。まず美咲さんから。はい、私はまあ中学2年の時からこっちに来て3年目になるんですけど、英語を全く話せない状態から始めてここまで慣れたっていうのを伝えたくて、ここになんかあなたがすごい英語を伸ばしたいのであればの伸びるステージがある。まあ、その日本の教育を否定したいわけではないけれど、マニラっていうのも考えてみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。じゃあ次さくらちゃん。やっぱりでも英語を学びたいんじゃなくて英語で学びたいんだったら絶対にフィリピンはおすすめで、やっぱり日本の教育に疑問を抱いてるというか、日本で英語の伸び悩んでるんだったら絶対にあの欧米とか行くよりもフィリピン留学っていうのがすごい今おすすめだと思っていて、やっぱりコストも安いし近いし、でなんか先生とかもすごい親身になってくれるし、やっぱり欧米だとなんかあの英語喋れないとアジア人で固まったりとか日本人同士で固まったりすることもあるけど、フィリピン人とかってすごい優しいので、そういう意味では自分が伸びられる、伸びれるチャンスがあると思うので、ぜひおすすめです。はい、ありがとうございます。ではロングインタビューになっちゃったけど、わー、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。みさきちゃん、さくらちゃん、ご協力ありがとうございました。星みき、ちなみに今日誕生日です。バイバーイ。